今日も京都で三時半から一時間。あっちゃんとの戦いを終え、倒れる無職。その後、怪異がマロミを襲った。ブモーン、プモー、うん、うー、ん、わ、うわ、なんか耳に生暖かい風が当たる。嫌だ、花行 っぽい変なおじさんとかだったらどうしよう二次元によくあるアイドルを見つめるもぼうじさんみたいなそういうやつがまさか私の隣に出るとかそんな嫌だぷもぷもぷもくっ目を開けねばかっ起きろやこらぷもぷも あっちゃ、起こし方、帰らんっすね、終わり。